どうもグローリーチャンネルのグローリーです。本日ですね、デカモリさん主催の超ビッグなフットサルイベントに潜入していきたいと思います。行こう。まあ、メンバーで言ったらね、リゼムさん、マキヒカさん、梅さん、しずちゃんとか、達也さん、りょうくんとか、まあ、いろんなね、ほんまに超豪華なゲスト陣が揃ってるね、フットサル大会がね、あるんですけど、まあ僕ね、今回いつもフットゴルフでお世話になってる辻本りょうくんのチームで現役選手混ざって、しっかり優勝して、賞金がね、なんか、あるみたいなんですよ。結構大きい。今日はいつも僕結構ふざけてます。正直ふざけてるけど、フットサルガチで勝ちに行って10万マジで取りに行きます。豪華なメンツもいるんで、決勝リーグに進んだらウンパルンパさんとかね、デカモリさんとかチームマキーカだったり、そういうメンバーともね対決できるんで、今日はしっかりと本気出して賞金取りながら、そこをねしっかり潰していきたいなと思います。では動画の続きどうぞ。グローリーチャンネル。今ね、第一国でね、2試合目も始まっちゃってるんですけど、1試合目が3対2で勝利で、まあこれ勝ったら、ね、予選はまあ突破でしょう。今から合流して、かましていきたいと思います。おはようございます。グローリーバリ見捨てた。まあ。グローリー遅れてきてバリ見捨てた。はい。うい。もういかない。みんなよろしくね。練習とか負けてたり。ああ、負けんの。全然あんまり。まあ、こう、序の口やから。最初やから。まあ。ちょっとガチきついな。しんどい。すんげえ。毎回見てサッカーとフットサル動き違いすぎる。ルカク。たまたまね、今回元あらしいです。イベントにゲストとして来てるんで、はい、大学からの後輩です。今度ね、一緒に動画撮るんで、ぜひチェックよろしくお願いします。概要欄貼っとくんでお願いします。はい。第3試合目になります。結構相手強さ、正直今2勝同士らしくて、これを勝ったら決勝トーナメント多分あっち強い。ちょっと体も温まってきたし、ちょっとまず得点取ってチームに貢献したいと思います。よし、頑張ろう。
2になるな、2になるな。ボケおお。バック量。あいつルール分かってないわ。ルール分かってない。サッカー選手だから。ナイス。うおすごいやん、もうエグいね。一勝、一勝に分け。なんで一勝。耐えた、なんか耐えたみたいよ。一勝に分けで、おいら二勝一分けやから。なんとか耐えた。今のところ何も活躍しない。ここからね。決勝とりあえず1位でトーナメントに行ったから。この先も見ておいてください。グローリーチャンネル。なんかあの球読め。早っってなったもん、ボール転がって。じゃあ。あら、はい。見つけ、一旦家帰ろうか。こんな感じで。
いっぱいいろんな人がいます。決勝トーナメント1回戦相手なんかちょっと後で見てもらうと分かるんですけど、本気のバケモンみたいなやつばっかこの大会って、まあ、一応俺現役選手で入ってるんですけど、まあまあほぼほぼね最近まで現役やってたとかフットサルの全国とか経験者とか結構勝負レベル高いですよ。まずで多分今大会一番強いと言われてるところがトーナメント1回戦です。この動画ここで終わるかもしれないですまあまあそうならないの、ね、全力で頑張っていただきます。やるかでかいで、でかいで、でかいでこれそれはあかんそれはあかんマジで勝った、マジで勝った、頼んだぞ、頼んだぞ、あった、ふみちゃんにこかされとったからな